人みたいな。そうですよね。住んでておっしゃった方って釜石とかのさっきの仮設とかの方。そうですね、ここはもう釜石市なんですよ、釜石市の住まい町で、ここの人たちは、あの割と小佐野地区に今いて、小学校も、あの小佐野小学校と薬の小学校と私の空き巣エリアの方に皆さん引っ越されてます。さっきみたいに大丈夫な建物と大丈夫じゃない建物があるとかいう次元じゃないですよね。もう全ての建物がやられてしまった。あのそういう意味で言うと、その千宮工区の、あの、はい、堤防の威力ってのはここで分かってると思うんですけど。はい、全然違いますね。あるなしで、あの、ちなみにあのほら、はい、子供が逃げて全員助かったっていう、あの話のところはこのエリア。あ、そうなんですね。中学校の。そう、小学校。小学校ですよ。はこのエリアです。